どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、まとめてね、紹介していきたいなと思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 それでは、まずこちらですね。はい。えー、クレコレさんっていうね、こちら SEO のね、多分上位の方のね、クレカサイトの限定のキャンペーンになると思うんですけども、こちらね、セゾンカードデジタルですね。ちょっと前にね、セゾンパールでもあったと思うんですけども、えー、こちらのカードね、入会していただくと、えー、翌々月末までにですね、10万円以上利用していただくと、20%、まあ2万円分のね、ポイントが返ってくるキャンペーンがね、やっているっていた感きになります。こちら、ね クレコレさんの専用のねサイトの URL じゃないとね利用することができないというふうになりますのでこちらねツイッターの URL、ね、概要欄に載せておきますのでぜひ、ね、こちら利用されたいという方は申し込み、ね、していただければなと思いますまあ、10万円の買い物は、ねまあ、2万円引きで購入することができる計算というふうになりますので こちらね、めちゃくちゃお得です。またね、もらえるポイントは永久不滅ポイントということで、70%ですね。ANMR に交換することもできるっていう風になりますんで、私ね、このセゾンパールっていう、あ、このセゾンデジタルか。私も持っておりますので、私はね、奥様にあの、突撃していただきましたけれども、こちらね、発行させていただきました。ぜひね、こちら、発行ね、したいよっていう方は、概要欄からね、していただければなと思います。いやね、これね、この案件本当に欲しいですね。 はい。それでは次ですね。 コードヤードバイマリオット京都駅、2026年度開業決定ということで、こちらね、京都駅のね、徒歩5分ぐらいのところにね、できるみたいですね。コードヤードバイマリオット京都駅、2026年度にね、開業が発表されたということで、非常に素敵そうですよね。はい、めちゃくちゃ楽しみですね。ま、2026年度っていう風になりますんで、ま、かなり先にはなりますけども、京都駅にですね、またね、マリオットボームの新しいホテルがね、追加になるっていう風になります。 こちらもね是非覚えておいていただきたいななんていう風に 思います。それでは次にですね、マリオットつながりで、マリオットのね、プレスリリースで、えー、発表されているわけなんですけども、アパートメントバイマリオットボンボイっていうのがですね、こちらちょっと前に、ね、発表があって、えー、1年も経たないうちだったと思うんですけども、そうですね、えー、発表から1年後ですね、はい、こちらね、えー、アパートバイマリオットっていうのが、えー、開始になりました。まあ、ホームビラとね、まあそんなに変わんないと思うんですけども、まあホームビラはね、まあ民泊で、このね、アパートバイ、アパー マリオットがあの運営しているえ施設なんですかね今,今のところね、まあ、日本にももちろんないですし、今ね、プエルトリコの サンファンにしかなさそうなんですよね。で、それもね、今後数週間でオープンする予定ということで、まだね、運用は開始になってないんですけども、まあ予約はね、開始になったっていうふうになりますんで、まあこれね、まあ日本でもどこでもいいんですけども、ちょっとニューヨークとかにね、できていただいたらね、結構面白そうですよね。まあ一応ね、プレミアムラグジュアリーのセグメント内になるということで、まあかなりね、豪華なのではないのかな、なんていうふうに思います。またね、このアパートはね、あのフルキッチン、リビングルーム、フルキッチン、 キッチン洗濯機があって24時間ジムがあって、えっとね、朝食とかミーティングスペースとかえ毎日のホテルハウスキーピングサービスとかはえそういうホテルサービスは、ね、ないみたいなんですよね、まあ、一応ね。 えー、マリオトボンボイ会員はですね、ポイントでね、交換して利用することもできますし、え、一泊ね、一滞在の宿泊実績ももらえますし、Wi-Fi とかもね、利用することができるっていうふうになりますし、一応ね、客室のアップグレードとかも利用することができるそうなんですよね。これはね、ちょっとね、どっか行きやすいところにね、できたらね、ちょっと利用してみたいところですよね。まあ一応ね、こういったのが、あの、オープンするっていうふうになりますんで、 ぜひこちらはね、覚えておいていただければなと思います。どこに次できるんですかねまあちょっとね、アメリカ国内とかにね、まあ多分できると思うんですけども、ちょっとこれはね、宿泊してみたいですよね。それでは次にイオン銀行のキャンペーンですね。こちらね、イオンゴールドカードって持ってる方いらっしゃいますかね私もまだね、修行してないんですけども、 イオンカードセレクトをね、持っていて、100万円以上ね、使うと、このね、ゴールドカードがもらえて、まあ、これになるとですね、2024年の3月より、イオンゴールドカードセレクト新特典ということで、イオン銀行のね、ステージがゴールドステージにね、上がるみたいですね。まあ、これ上がるとどういうね、特典が受けられるのかっていうと、0.05%ね、副預金、 適用金利になったりですね、他銀行の ATM 出金手数料が月3回、またね、他銀行の振込みが手数料月3回ね、もらえるっていう風になりますんで、まあこういった特典がね、イオンゴールドカードセレクト持ってるだけでね、あの利用することができるっていう風になっておりますんで、ぜひこちら持ってる方はですね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。いつの日か多分修行すると思うんですけども、まだやる予定はね、私はないっていう風になります。私はね、イオンのね、あの株主集団を持ってます。 んでまあそんなにねこれがめちゃくちゃ欲しいイオンのラウンジとかもね株主集隊で利用できちゃったりするんでねあんまりねこれが欲しいみたいなねなくてねまだやってないって言った感じになりますそれでは次にですね jcb カードはね新しい jcb カード s っていうのを発表したんですよね年会費平年無料でね新しい jcb カード s っていうのが ま、発表されました。で、こちらね、今ね、新規入会キャンペーンもやっているみたいで、一応ね、こちら、新しいカードということで、ポイントサイトの案件がね、今ね、2000円とか、そんなね、結構しょぼい金額で出てるんですけども、まあ、もしかしたらですね、もうちょっと上がってくるかもしれませんので、まあ、そうなったらね、ちょっと発行したいなっていうところですよね。こちらね、新規入会キャンペーンがね、まあ、こういった感じであ,ありまして、アマゾンのお買い物ね、20%キャッシュバックキャンペーンとかね、スマホのお買い物に 20%キャッシュバックキャンペーンとかね今やっているっていう風になりますんでこの期間内にですねポイントサイトの案件が来ないかね非常に楽しみにしておりますまたね来たら動画のコミュニティ欄とかでねあお話しさせていただきたいななんていう風に思うんですけどもまあ、こちらね年会費永年無料のカードっていう風になりますんで まあ特にね、そんなになんかめちゃくちゃこれすごいみたいな特典はね、あんまりなかったですかね。まあ一応年会費永遠無料で利用することができるクレジットカードっていう風になるみたいなんですけども、まあ今のね、JCB カード W と W プラス、まああれ、確か39歳とかね、そこら辺までの方しか発行できないと思うんですけども、まあそういった方のね、特典と同じような感じなのがね、入っている感じですかね。まあ一応ね、こういった感じのカードがですね、 え、発表されましたので、一応ね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、ビッグカメラスイカね、保有されている方、使っている方ね、非常に多いと思うんですけども、こちら、いいね、キャンペーンが来ております。冬のボーナスポイントキャンペーンということで、ビッグカメラスイカカード冬のボーナスポイントキャンペーン、最大2万ビッグポイントプレゼントということで、このクレジットカードを持っている方はですね、新規でも OK なんですけども、こちらね、 期間中にビッグカメラ店舗、エアービッグカメラにて、ビッグカメラ追加カードでクレジット払いをご利用、プラスビッグカメラ公式アプリからエントリーいただくと、通常付与されるビッグポイントに加えて、最大2万ポイントが、えー、もらえるキャンペーンっていう風になります。こちらね、40万円でね、2万ポイントっていう風になりますんで、考え率は、ね、めちゃくちゃいいわけではないんですけども、まあ家電でね、結構まとまった買い物を予定されている方はですね、こちらのクレジットカードをね、新規入会でもですね、持っている方でもですね、 してね利用していただければですねポイント多めにもらえるっていう風になりますんでこちらで、ね、ぜひ覚えておいていただきたいななんていう風に思います。て付与される特典は2024年の3月以降っていう風になりますのとまたねこちら、えー、対象外の一覧ですね貯めている楽天ポイント d ポイントポンタポイントジャルマイルに貯められる会計の及びビッグポイントを貯めてないお会計の場合はこちら対象外になってしまいますんでこの点だけはね注意していただきたいななんていう風に思います それでは次にですね、東京都はですね、QR 決済でポイント10%還元、来年3月から開始、上限は3000円ということで、10%還元キャンペーンがね、東京都で QR コード決済で入って くるみたいですねしかもねこちらは10%で3,000なんで3万円使うと3,000がもらえるねあのキャッシュバックってポイントかポイントバックっていう風になるわけなんですけども、まあ、こちらはですね来年の3月以降ですね開始になるということで東京都にね住んでいる方は是非ねこちら。 覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、1回の決済につき最大10%っていうふうになるみたいですね。まあ、特にね、それ以上のことは書いてないので、まあ、コ決済ね、たくさんありますけれども、まあ、1つに対して、えー、30%、えー、10%還元だったらね、非常にいいですよね。まあ、これが、 いろんなコード決済で10%、10%、10% 1 0みたいな感じで利用できればね、非常に良さそうですね。まあ一応来年3月ということでちょっと先ですけどもね、東京都の方はぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。 それでは次にアメリカンエクスプレスですね。まあこちらはね、そんなに重要っていうかね、大きい話題ではないんですけども、アメックスでですね、エアポート送迎サービスっていうのはね、利用することができたんですよね。これが2024年2月1日よりですね、一部のカードで、まあ、終了っていう風になるんですよね。で、このエアポートサービスっていうのは、このね、HIS アメリカンエクスプレトラベルデスク、またね、プラチラコンシェルシュ、えー プレミアムサービスデスク、プラチナセレクタリーサービス、いずれかを通して日本発着の国際航空券またはパッケージツアーをご購入いただいた場合のみね、できるサービスということで、ここであの、手配していただくと、このね、 自宅と空港の移動にタクシー手配がですね、このエアポートサービスっていうのが、まあ、利用することができるっていう風になったんですよね。まあこちらはね、一部終了ということで、まあこれね、結構高額なんでね、まあ利用したこと私もないですし、まあ利用する予定のある方はね、まあ結構限られた人になると思うんですけども、 サービス終了とね、また一部サービス変更がね、来ているっていう風になりますんで、ぜひね、こちらよく使ってるっていう方は、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、永久不滅ポイントから JAL マイルの、えー、交換20%レートアップキャンペーンということで、こちらね、いつもね、このポンタポイントのキャンペーンとね、同じタイミングで来ることが多いんですけども、今回ね、ポンタポイントは11月からも始まっておりまして、永久不滅ポイントの方はね、1ヶ月遅れてね、来ました。 12月1日から31日までということで永久不滅ポイントでジャルマイルね えー、貯められている方はですねこのタイミングで交換していただくのね、非常にお勧めっていう風になりますそれでは次ですねムームー証券私もねこちら突撃させていただきましたけれどもこちらね口座開設と1万入金だけ取引なしで6800円もらえる案件がね今ハピタスで出ているっていう風になりますんで口座開設してね入金するだけ取引必要なしで6800円分もらえるっていう風になりますんでねこれは非常にお勧すすめですのでぜひえこちらね突撃していただければなと思います 私もねこちら突撃させていただきましたこれね一日ぐらいで口座解説完了してまあ入金もねすぐあの SBI 証券でねあのできましたんで本当にねすぐパパッと終わりますんでねはい是非こちらやっといていただければなと思います それでは次にですね、P1 スタンダードカードということで、こちらね、カード請求額がね、自動的に1%オフになるね、非常にね、お得系のね、人で、人たちの中ではね、有名なクレジットカードなんですけども、ポイント管理とかね、一切しなくて OK っていう風になりますんで、ポイント管理ね、するのが面倒くさいっていう方はですね、こちらのメインカードにしていただくのはね、非常におすすめです。で、こちらね、今、ポイントサイトハピタスで発行していただいて、1回以上利用していただくとね、1400円分のポイントもらえるっていう風になりますんで、こ ゃあね、年会費無料ですんでね、ぜひこちら持ってない方は発行ね、していただければなと思います。発行した後にですね、一回使わないといけませんのでね、この点注意してください。私はね、去年1万円か9000円ぐらいで発行したんですけども、 一回の日をね、忘れてしまって、ポイント付与ね、してもらえませんでしたので、この点は本当にね、注意していただければなぁと思います。まあ、無印回無料のカードでね、1万円超えてますんでね、まあ、こちら突撃案件っていう風になります。それでは次にですね、マレーシアの入国はですね、2023年の12月1日からですね、デジタル入国カード、マレーシアデジタルアライバルカード、MDAC っていうのを登録をね、義務付けるっていうのをね、発表したんですよね。 まあ、こちらね、永住権持ってる人とかですね、マレーシア自動クリアシステムとか持ってる方は、まあ、免除されているみたいなんですけども、一応ね、12月1日から始まって、えっと、一応1ヶ月ぐらいですね、猶予があって、あの、年内はね、あの、なくても入れるみたいなんですけども、一応ね、マレーシア入国する際はですね、こちらね、あの、デジタル入国カードはね、今後必須になっていくっていうふうになりますんで、まあ、マレーシアといえばですね、クアラルンプールということで、クアラルンプールといえば、 まあ ANA、ANA JAL のね、まあ、修の聖地になっておりましたけども、まあ、今ね、ちょっと高くなっちゃったであんまり利用している人いないかもしれないんですけども、まあ、一応ね、このマレーシア入国にはですね、今後ね、デジタルカード、入国カード必要になるっていうふうになりますんで、こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。それでは次にですね、JAL からえ、ワンモアトリップキャンペーンということで、こちらね、70周年記念のね、キャンペーンの一つなんですけども、 18歳から29歳限定でですね、ワンモアトリップキャンペーン、国際線購入すると最大7000マイルがもらえるキャンペーンであったり、またね、100万 JAL ポイント山分けキャンペーンとかもね、来ているっていう風になりまして、またね、こちらですね、JAL 海外ダイナミックパッケージですね、こちらもね、キャンペーン来ているっていう風になりますんで、18歳から29歳限定にはなりますけれども、こちらね、ぜひチェックしていただければな、なんていう風に思います。このね、j a l ペイのキャンペーンとかね、結構いいんじゃないかな、なんていう風に と思いますのでぜひねチェックしていただければなと思いますそれでは次にですねとうとうね ジャル、はい、羽田ー波路線で、ね、運行スケジュール決定ということで、こちらね、えー、っと、木曜日のプレスリリースでね、出てたわけなんですけども、2024年夏ダイヤ分航空券販売開始ということで、ジャルはですね、日本の航空会社として初めて中東へのね、直行便である羽田ー波路線のね、スケジュールを決定し、2024年3月31日よりですね、毎日運行いたしますということで、木曜日からね、もう航空券販売開始してるって言った感じになります。で、運行スケジュールはですね、 こういった形になっておりまして、羽田122時50分発波、ドーハ翌日の朝4時40分着ですね。で、機材がね、ボーイング787-9、エコノミークラスとビジネスクラス、ファーストクラスの設定はなしですね。で、羽田ドーハは7時15分発の羽田が23時55分着ということで、終電が間に合わないですね。 こちらも同様ね、ファーストクラスの運行はなしっていう風になっております。まあこういった感じでですね、とうとうね、羽田・ドーハね、運行スケジュールね、決定されて、とうとうね、飛びますね。日本の航空会社ね、初めて中東への直行便なんでね、非常にめでたいですね。それでは次にですね、JAL クラスエクスプローラー会員の皆様へということで、 こちらね、クラスエクスプローラーは2024年3月末をもって終了しますということで、これね、JAL のね、JGC プレミアムとか持ってる人はね、あの、正体来てる人結構多かったみたいなんですけども、私はね、来てないんですよね。で、こちらね、まあ、こういったね、年会費無料のね、会員サービスがあって、体験とかね、そういったものがね、利用することができるね、サービスだったわけなんですけども、2024年3月末をもってね、こちら終了ということで、終了に先立ちまして、最後にね、 ジャル、ねえー、パックツアーでね、合計100名様に商品が当たったり、ジャルふるさと納税でダブルチャンスキャンペーンとかね、j ャルモールで感謝キャンペーンとか、ジャルっておきの一品マイルバックキャンペーンとか、えー、数量限定でウィースキーセットがね、えー、申し込めたりですね、まあこういったのがございますので、こちらね、えー、クラスエクスプローラー会員の方はですね、こちらもね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。 それでは次にですね、こちらね、G ポイントのサイトなんですけども、え三井住友カードのねえ、V ポイントルートであるえ G ポイントから V ポイント、こちらのルートはですね、と記載がこちらですね、2024年の1月11日をもちまして、G ポイントから V ポイントへの交換受付終了っていうのがね、発表されました。いや、これはね、本当に不安ですね。 はい。この V ポイントっていうのは、まあ、結構前に、ね、発表されておりますけども、えー、来年の4月ぐらいだと思いますけども、T ポイント、V ポイントっていうのは一緒になるんですよね。まあ、それに先駆けて終了なのか、このね、ルートを潰してきているのか、ちょっとわかんないわけなんですけども、 今後ね、G ポイントから V ポイントっていうのはね、交換することが1月12日以降ね、できなくなるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。一応ね、今のルートとしては、このね、V ポイントのね、ポイントサイトから V ポイントの移行っていうのは、ポイントサイトから PEX で V ポイントっていうのがルートが通ってますんで、まあ一応ね、あの困ることはないんですけども、まあ不安でしかないですね。この V ポイントっていうのはもともとね、あの他のポイントに交換するっていうのが、 あんまりね、あの、好みじゃないっていうかね、あの、1ポイントね、10%でね、しか交換できなかったりいたしますので、まあ、今回のこの封鎖がね、ちょっとね、嫌な予感でね、ちょっと私は思ってるんですけども、まあ、ひとまずね、2024年1月11日以降ですね、G ポイントからこの V ポイントね、交換することができなくなるっていうふうになりますんでね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ G ポイントから V ポイントに書いてる人ってのは、基本的にソラシドエアのマイルとかにね、 ポイントサイトのポイントを交換してる方はね、非常に使ってたと思うんですけれども、一応ね、ペックスにね、交換していただければ、ちょっと交換日数はね、30日ぐらいかかってちょっとかかるわけなんですけれども、ルートは通っておりますんでね、はい、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに。 思います。それでは次にですね、デルタスカイマイルダイナースクラブカードに関する変更点のご案内ということで、デルタスカイマイルダイナースクラブカードをお持ちの方は、引き続き所定の回数デルタスカイクラブを無料でご利用いただけますが、2024年からのデルタスカイクラブご利用規定変更に伴い、2024年1月1日出発分からベーシックエコノミー運賃をご利用の場合は、デルタスカイクラブラウンジを ご利用いただけませんっていうのがね、発表されました。これがですね、この変更について詳細はこちらということで、 これ行くとね、先日ね、あの、紹介させていただいた、デルタ航空のね、変更点に関してのね、あの、詳細ページになるわけなんですけども、まあ、こちらですね、デルタスカイマイルダイナースクラブカードに関しては、このカードを持っていてもですね、スカイクラブランジは利用できるんですけども、ベーシックエコノミー、まあ一番最安の運賃だとですね、利用することができなくなるっていうふうになるんですよね。ですので、エコノミーに乗って、このカードを持って、 デルタスカイクラブラウンジを利用することができなくなるっていう風になったんですよね。まあこれがね、ダイナースの方で発表されたっていう風になりますんで、こちらね、持ってる方、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。で、これでね、気になる部分なんですけども、こちらですよね。デルタスカイマイルアメリカンエクスプレスカードということで、アメックスの方に問い合わせ、ちょっと前にね、動画出した時にもしたんですけども、再度ね、あの問い合わせさせていただきました。今現時点では、 変更はね、ないっていう風になるんですよね。ですので、ちょっとね、こちらね、わかんないんですよね。どうなるかね。で、これね、もともとね、アメックス自体もですね、そんなにプレスリリースっていうかね、えー、発表が早くないと思いますので、 今日ね、12月の、まあ、上旬なので、まだね、年内日数があるっていうふうになりますんで、まあ、もしかしたらですね、今月中にね、使えなくなるっていうのが発表されるかもしれないですし、まあ、アメックスだけね、特別このカードを持っていたら、ベーシックエコノミーね、まあ、サイアイス運賃でもね、スカイクラブラウンジで利用することができるかもしれませんので、まあ、この部分はね、まだあの、アメックスからね、発表が来ておりませんので、わ、まあ、かんない部分ではあるんですけれども、デルタのデスクはね、ちょっと前に電話したときは、え使えなく ななくるっって言って言ましたんで、まあ、こればっかりはね、ちょっとわかんないですね。アメックスのプラチナカードとかもね、デルタスカイクラブラウンジね、利用することができるんですけども、デルタのデスクの方、はこちらは回数制限が入るみたいなことを 言ってましたね。まあ、これもね、まだプレスリリースが出ておりませんので、またね、アメックスのデスクもね、まだ情報を得てないっていうふうになりますんでね。ちょっとどうなるかわかりませんけども、このカード保有されている方はですね、あの、最新情報をね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。このね、あの、アメックスの公式サイトにもですね、こちらですね、ラウンジの規約、サービス、時間、ご利用条件は予告なく変更となる場合がございますっていうのはね、記載されておりますよね。ですので、ま、あこれの記載があるっていうことは、急にね、使えなく なったとしても、まあ、しょうががなないいよみたいな感じでで、ね、記載がされておりますのでもしかしたらプレイスリリースが出ないでね使えなくなってからプレイスリリースが出るみたいな、まあ、そんなこともねもしかしたらあるかもしれませんのでぜひねこの点注意ねしていただければななんていうふうに思いますそれでは次ですね先日ねこちら紹介させていただいたマリンタイムバンクですねこちらね今会員登録するだけでアマゾンギフト券1000円もらえるねキャンペーンがやっているわけなんですけどもこちらね先日、えー、うちのね奥様にもと 突撃ししてていただきまして登録してね、本当に2日とかね、そういう3日とかでね、こちら書き留めが届いて、まあ、確認コード入れていただければね、こちら Amazon ギフト券もらえるっていう風になりますんで、本当に5分ぐらいしかかからず、またね、会員登録完了でね、この Amazon ギフトもらえるっていう風になりますんで、 こちらね、キャンペーンいつまでね、続くかわかりませんので、ぜひこちらね、まだやってない方はですね、利用ね、していただければな、なんていう風に思います。まあ、会員登録だけでね、天木不定だったらね、めちゃくちゃいいと思いますんでね、ぜひこちら取りこぼしないようにね、していただければな、と思います。 はい。ということで、今回ですね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介させていただきました。やはりね、年末ということで、えー、情報はね、かなり多くなってしまってね、動画が長くなって申し訳ないわけなんですけどもえ、気になるものはですね、ぜひ、ぜひね、あの、概要欄にね、載せておきますんで、チェックね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。